皆さんこんにちは。何の苦労もなく無敵のパワーを得た性悪男の傲慢さに絶望するメイド、リコ。実は俺、最強でした、10話。前回は入学前からハイテンションロリ教授に気に入られ、入学早々何かしらの副会長が礼儀を教えたら、とんでもない罰を与えられました。この調子で退学処分を受けることができるのかどうか、これから何か盛り上がることが起こるのか見ていきましょう。これよりネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか？始めますよ。それでは、実俺10話のあらすじはこちらです。副会長をぶっ飛ばしたということで、教師陣に呼び出しを受けた主人公だったが、相当副会長が嫌いだったのか、なんと教師たちからは大好評、めちゃくちゃ褒められるのだった。生徒たちにもすでに知れ渡っており、注目の的である。ロリ教授と研究室について話し合っている姿を弟が発見、挨拶がてらにゆるーくパンチを繰り出してくる。が、それをつかみ羽交い締めにする。その後、逆方向から姉がやってきて、三人して同じ研究室に入ろうと勧誘しまくってくる。そこへ主人公へ用があるらしい銀髪巨乳美少女も現れ、これ幸いにとその子を連れてその場から逃走をする。日が傾き始める頃まで走り続け、ようやく用件を尋ねる。その前に、前日の主人公と今の主人公、全くの別人に見えるのはなぜかと問われてしまう。癖になってんだ、疑われると結界張るの。と言わんばかりについうっかり結界を張ってしまう。魔力を感じ取り、主人公からものすごい圧を感じると言われ、もしかして魔族なのかと疑うと、急に慌てだし体を確認するも、ちゃんと人間である、人間でないと困る。そんなことはどうでもよくて要件は、副会長の件に巻き込んでしまったことの謝罪と、助けてくれたことへの感謝、そして、僕と友達になってくれないか？あ、はい。ありがとう。二人とも初めての友達ができたのであった。ここでようやく自己紹介が入る。僕の名は？はい、アイキャッチ入ります。君の名は？イリッシリア。だそうです。たまたま偶然、こんな珍しいこともあるんだなぁと思いますが、魔王と同じ名前でした。いやぁなんでだろうなぁ、人間の敵であった魔王の名前をわざわざつけるなんて変な親もいたようですね。このイリスですが、生まれてから4度親に捨てられ、修道院で生活していたという過酷な人生を歩んでいたようです。主人公が何か理由があるでしょって尋ねると、思い当たるとすると、コミュニケーションを取るために言葉を発していたから。らしいです。私ここよくわからなかったのですが、これで納得できるんだ。何歳の頃にっていうのを話していないのになぜ瞬時に赤ん坊時代だと理解できたのでしょうか。これだけだと、なんで言葉を発しただけで捨てられるの？人間なんだから言葉くらい発するでしょって思っちゃうのよね。さすがに4度も短期間で捨てられるなんて想像しないでしょ。それとも私の読解力がないだけ？今10話が終わったわけで、あと2話ですか？まだ学校で吸ったもんだしているんですけれど大丈夫？授業すら始まってないよ。副会長に怪我を負わせたからそのまま退学、良くても停学になるかと思いきや何の音がめなしだったし、かなりの怪我を負わせているっていうのに教師たちのあの態度は何？嫌っていたとしてもあんな態度見せないでしょ、本当に教師なの？一教師よりも研究者としての好奇心が勝ってしまって本音が出てしまい、あんなにわっしょいわっしょいしていたのならまだ理解できます。ただ、よくやった、みたいなこと言ってた人いましたね。つまりそれって、副会長が注意されても全く意に返さない人間だってことでしょ？停学も退学もできていないということは権力が教師よりも上にあるってことですよね？だからあんなに嫌ってるんでしょ？そんな相手を打ち負かした生徒を処分もなしに褒めたたえただけで返してもいいのかな？絶対後で抗議しに来るよ。なんだろうな。作者が主人公を学校へ通わせ続けたいという思惑を感じるのよね。そこには人物たちの人生や、そこで培った思考がないんじゃないかな。教師たちは頭おかしいですが、主人公は今回もひどいものでしたね。まず、警戒すると結界を張っちゃう癖って何なんでしょうね。
つい張っちゃうほど体に染み込んでる行為なの？そんな危機的状況って今までありましたっけ？ずーっとのほほんと暮らしていたのにそんな癖ついちゃうんだ。へえ。それで、一体何の結界を張ったのでしょう？二人が入っている師匠なのかな？逃走防止かな？まあこれは単純に私の興味です。何でもできちゃう結界だからこそ、何の機能の結界なの？って思っちゃうんです。なんで結界を張ったのかというと、イリスは魔力量を感じ取れるから、昨日と今日で全然違う人物じゃね？って主人公のことを疑ったからでしたね。主人公は、クレイも自分の魔力の圧を感じてたなぁ、と思ったから、イリスも魔族なのかと聞いたんですが。これ自然に聞いているけど、結構失礼ですよね。相手を間違えたらかなり大問題になっていそうですけど。まそれは主人公様だから別にいいとして。主人公は知らないからしょうがないんですけれど、もし魔族だから魔力を感じ取れるんだったら、シャルも魔族ってことになっちゃいますよね。もしかしてそういう伏線があったりするのかしら？もしくは主人公の考察は違うくて、限界魔法レベルの高いものが感じ取れるのかしら？なぜ成長限界なのかは不明ですけれど。どちらにせよ、どうしてリザは主人公に対して何も感じないのか疑問です。魔族だから魔力を感じるという設定にするんだったらリザにもそういう演出をさせるべきでしたね。一体どういう設定になっているのか考えるのはちょっと楽しいですね。続いて友達のイメージね。本気でさ、どういう学校生活を送ってきたら友達イコール不良になるのかしら。全員が全員主人公に敵意を持っていたの？どうしたらそこまで性格がねじ曲がってしまうのか、学生時代からニート生活までどう過ごしてきたのか非常に気になります。ネットでさえ友達の一人すらできなかったの？ SNS やチャットってしなかったのかしら？友達イコール不良という構図が成り立ってしまうくらい壮絶な学生時代だったんだとしましょう。それを踏まえて、どうしてイリスを利用しようってなるわけ？絶対に悪いことだってわかるはずなのに、同じ道をたどるとかクズかなクズだね。利用してきた相手にやり返すっていうのならまだ理解できますか？じゃあ俺も別な人間を利用してやろう。っていう思考になるのがもう恐ろしいよ。というかあなたが利用する側だと思える神経もすごいよ。あなたはきっと利用され続けてきたんだよね。それで自分は利用されないと思っているのかな？面白いね。まだクズな行動はありまして。選択授業を選ぶのが面倒くさくなって、全く関係のないシャルに丸投げしました。まだせめてリザにやらせるんだったらわかるよ、従者なんだし。妹に自分が面倒くさいと思っていることをやらせるとか心が痛まないわけ？ほんとこいつなんなの。俺様が一番で、それ以外は俺様の偉業を褒めたたえるロボットかただの手足としてしか思ってないでしょ。どこまで性格が歪み切ってるんだ。どこに人外の力を与えて転生させる素質があるんですかね、女神様。シャルはシャルで、命令されたのが大層嬉しかったのか下僕みたいに従うし、12歳にもなって、第二夫人を目指すとか実の兄に言っちゃうし、もうどっちもひどいよ、よくこんな風に成長したね。作者は何を目指しているのかほんとさっぱりです。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。